い、YouTube 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。今回もですね、これわかります、これアマゾンで、1,2,3,4,5個で、さらにこれで、もう封ちょっと開けちゃったんですけど、これこんなの、まあね、全部が全部、自転車用っていうわけではないんですけど、自転車のものも買ったりとかしてる時に、なんとここ PC があるんですけど、 PC の、ディスプレイアダプターがですね、ディスプレイボードとかもいるかな、あとグラフィックボードとかもいるか、グラボとかってよく言いますね。グラフィックボードが、いきなり壊れました。もうね、こうずっと使ってた時にいきなりピュッとかって消えて、あれとかって消えたとか思って、まあモニターをつなぎ替えたりとか、いろんなつなぎ替えをしてみて、最終的にグラフィックボードだっていうことが分かりました。こんな感じ。まあね、レディオンの、4000シリーズってやつをずっと使ってたんですけど、それがとうとう、お亡くなりになってしまいました。一応ね、ファンが回ったりとかはするんですけど、全く出力がないです。まあそんなことで変えなくちゃいけないんで、でね、普段はPhotoshop とか、イラストレーターとか、あと、まあこのビデオとかの編集とか、プレミアとか使ってたりとかするんで、まあそれ対応のやつ何かないかなと思って、購入しました。で、普段これ全部蓋閉まってるはずなんですけど、下2つ、開いてるんですけど、家族に間違えて開けられちゃってます。で、中身は見られちゃってるんですけど、まあそれはね、別にそんなに問題ではない。で、この上のやつは全部開いてないんですけどね。だからまあこの2つは何が入ってるかは分かりますけど、他のやつはね、分かんない。で、今回はとりあえずね、自転車ではなくてグラフィックボード、これ、紹介しようと思います。取り付けしていきます。ですね、一応開けられちゃってはいるんですけど、このビニールは取られてないんですよ。なんでこのビニールを取るとこからなんですが、結構ねこのビニール硬いですよね。によっと、はい、はい、こちらなんですけど、ギガバイトの、NVIDIA ってですね、これ NVIDIA って読むんですよ。なんかね、読みにくいんですよね。はい、NVIDIA で、最初ね、NVIDIA とかなんかよくわかんないこと言ってたんですけど、NVIDIA で、GeForce の GT の、1030というタイプ。このタイプは、ですね、DirectX が12で、OpenGL が 4.5 が載っているタイプです。はい。で、まあ、それが載ってれば、まあ、Photoshop の方で、いいパフォーマンスが出せるかなと思って買ってます。まあね、メモリーの方はね、そんな大きくなくて、これの場合は 2GB なんですけどね。まあ、大きいやつで、まあ、6万7万するやつはちょっと、予算的に合わないんで、まあ、1万円を切るタイプのモデルで、購入してます。でね、早速取り付けていこうと思います。まずちょっと開けちゃいます。あれ硬いなこれ。よいしょ。はい、これね、ちょっと珍しくて、ファンレスタイプなんですよ。まあね、ファンレスタイプ静かなんで非常に嬉しいんですよね。まあ、ただ熱とか心配になったりとかするんですけど、まあ、基本的にファンレスは好きです。で、実際はね、ファンレスって言ったって中にでっかいファンついてるんで、他にもファンついてるんでね、風自体はね、ぐる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 回ってるんで、そういう意味では、ファンレスでも多分十分いけるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じの、そんなに大きくないですね。
ファンレスなんでこのフィンがでかい。まあもちろんねこれぐらいやらないと冷めないでしょうけど、まあこんな感じで、はい、デジタルの端子が2つ付いてるタイプですね。 HDMI と、こっちのタイプですね。はい、これが付いてます。では早速取り付けしていこうと思います。これ全部蓋が付いてるんですね。ここにもここにもここにも。ここの蓋ちょっとあんまり意味ない気がするんですけど、まあすぐ取ってもう使わないですよね。他のこの蓋はまあ使う可能性はこの後もずっとあるんですけど、これはもう取ったおしまいですよね。もう壊れたやつにつけてもしょうがないんで。はい、ではまずこれを、PC に取り付けていこうと思います。はい、では始めます。はい、では今 PC ねオンになってるんでシャットダウンします。はい、ではね PC シャットダウンできたんですけど、この向きでね公開するの初めてなんですけど、こういう感じで、デュアルにモニターをつけてやって、 PC はねこの上にこういう感じでマウントしてます。で今ねアナログの方のケーブルっていうかアナログの方のアダプターを、無理やり取り付けて、こんな感じでアナログをつけて、まあデジタル壊れちゃったんでね、アナログをつけて使ってました。で、まあ新しいの届いたんでね、交換しようかなっていうところです。じゃあちょっともっと近づいてみましょうか。はい、ですね、ここの上にヘッドホンでもですね、いつもこのヘッドホンで聞きながら編集とかしてます。ヘッドホンのままなんでちょっとどかします。ちょっとここのところに待っててもらって、はい、でこれね外すんで、その前に後ろのねちょっと後ろ見てみます。感じで後ろはこういう風に配線されてます。電気はね常にここに取り付けてあるんですよ。はい、こんな感じになってます。これね上はロフトベッドなんですけど、ロフトベッドでなんですけど PC が置いてあります。はい、こんな感じで使ってます。はい、ではでは、まず下げようかな。で、ちょっと上向けます。こんな感じ。はい。ではでは、向こうのライトちょっと明るいから消しとこうかな。その前にここのアダプター外します。アダプターじゃない、線外しますね。こっちのね線外して、ここね、ここの線外して、ニュニュ、外れた。はい、外しました。はい、古い線を外して、ではネジを2つ取って、蓋を取ります。はい、こんな感じ。はい、 Core i7 が今ついてるのかな。 Core i7 でメモリーが16GB が2枚刺さってます。あと2枚刺さるんですけど、まだ刺してないです。
どうしようかなって感じですね。こっちで消そうか。はい、こういう感じになってます。上下逆さまなんですけどね。はい、はい、見えるかな。ちょっとこれちらっとこの下の方から見てます。ではですね、ここかな、こっちじゃなくてここね。今こいつもう電源は切ってあります。ちゃんとスイッチもオフにしてあります。でここに、ここにね、こういうふうに USB の、端子がくっついてるんで、これを外して、でここに取り付けていきます。これね、ファンついてないんで、特に電源が余計に必要っていうやつではないです。はい、ではこれ取り付けますね。こんな感じかな。はい、これでバチッとくっつきました。で先ほどの USB、 ここだとね、いやだからちょっと開けて、今度はこの一つ開けたところにつけます。はい、これでパチッと、もうこれだけ、これでおしまい。これでくっついちゃいました。はい、こんな感じです。はい、これでおしまいで、はい、ディスプレイのケーブルを取り付けます。こちら、よし、ついて、さっきまで使っていた USB の線もここへつけてあげます。あ、ちょっときついな、少しこっちから運び出してあげないといけないね。よし、はい、 OK、 これでいいかな。ちょっと USB がきついから気になるな。よしよしよし、あ、来た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 、よしよし、これで緩みました。はい、こんな感じで装着完了です。では電源入れてみたいと思います。じゃあまずこのまま行ってみようかな。はい、はい、ではスイッチオン。はい、今ですね、再起動しろって言われたんで再起動しているとこです。今待ち状態ですね。見えるかな、こんな感じで再起動中。見えるかな、見えるかな、見えないかな。はい、再起動してます。で再起動したらもう認識するのかな。認識しましたね。はい、早速ですね、画面見てますけど、ディスプレイの設定終わってます。こちらですね、設定できました。はい、アダプター認識してますね。ちょっと見てみましょうか。デバイスマネージャーの方を見て、ディスプレイアダプター、はい、NVIDIA GeForce ってちゃんと書いてありますね。
はい、全部正常に動作してますということで、これは大丈夫ですね。ではですね、フォトショップ起動してみましょうか。今ですね、2018のフォトショップと2017のフォトショップ2つ入れてるんですけど、2017の方しか今動かなかったんですね。で、2018の方は、どうもディスプレイアダプターが合わないみたいで落ちちゃうんですよね。どうでしょうね。ここで、この辺りで大体いつも落ちてましたね。あ、開きましたね。はい、開くことができました。でですね、前の、レディオンのボードの時は、ここでですね、メッセージが出てきてて、パフォーマンスが出ませんよっていうような、そういうそのボードではパフォーマンスが出ませんよっていうようなメッセージが出てたんですけど、今回は大丈夫みたいです。ちゃんと使えるようになったみたいですね。あ、いいですね。こんな感じでしっかり使えてます。あ、大丈夫ですね。はい、ちょっと閉じますね。はい、うまくできました。で、あとなんかあるのかな。あ、 NVIDIA コントロールパネルっていうのがあるんで、ちょっと見てみましょう。 NVIDIA コントロールパネルには、まあなんかいろいろ機能があるみたいですね。普通に設定とかもできるみたいですけど、ここでいろんな調整ができるみたいです。 3D 関連と、ステレオスコピック 3D、 あ、まあ、これも 3D 関係ですか。あと解像度の変更、まあ、これはね特にやる必要はないかなと。カラー調整か。あとカラー調整はね、時々モニターによってカラー調整がした方がいい場合があったりとかしますね。はい、そんな感じで、いろいろ設定できるみたいです。はい、ではですね、ベンチマークテストしてみたいと思います。ドラゴンクエストのベンチマークテスト、ドラゴンクエストね大好きなんでね、ちょっと楽しみなんですけど、まあベンチマークテストだけでもね、なんかすごい嬉しくなりますよね。ではちょっとどんなことが始まるか、さあ見てみましょう。ですね、ストーリー形式になっていて、右上に、スコアがどん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 上がっていくようになってます。まあこれがね、グラフィックボードの、パフォーマンスを意味してんじゃないかなと思います。すごく快適に動作すると思われます。グラフィック設定や解像度を高めにしても操作動作すると思われます。はい、いかがでしたでしょうか。今回はこのギガバイトの、GForce GT1030で、フォトショップがうまく動いたよっていうところを、まあ、チェックして、あとベンチマークの方を少しやってみました。そこそこねいい精度は出ているようです。ただね、もちろんね、もっともっと上の、パフォーマンスのいいものもあるんで、予算のある方は そちらを選んでみるといいんじゃないかなと思います。ただまあフォトショップが特にエラーなく使えるというか、今現行のフォトショップの CC ですね、2018がエラーなく使えるので、まあ、多分一番安いぐらいかなっていうような、まあ、もうちょっと安いのもあるかもしれないですけど、ぐらいのやつだと思います。まあそんな感じで買ったんですけどね。まあ高いやつはねむちゃくちゃ高いですからね、ちょっとね、予算の方が合わないんで、今回はこれを使うことにしました。これからねしばらくこれで、動画の編集とか、イラストとかそういったのを作っていこうと思います。今回はこれで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。では、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。この動画良かったと思われる方、このマークぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなの、いやこんなの配信してます。ぜひ見てくださいね。